にちは、カーボンドライジャパン野沢でございます。本日の話題は、これはアルテクラだから、これは8000か、6800と8000、あるいは9000と9100は7900時代、アルテグラでいうと6700とはちょっと全く構造が変わってるんですね。名前の上では両方ともダブルピボットなんですが、裏返してみれば確かに両方とも2つ軸があってダブルピボットなんですが、その位置が全く違うので、まあ名前は同じだけど違うシステムっていうことなんですね。で、今回の話題にしているブレーキはこの位置、ここ今指さしているここにローラーが入っていて駆動しているんですよ。お互いを連結してんのね。ほんでそれがこのように汚れやすいんですよね、位置的に。だからここはきれいにしとかないとレバーを動かした時にゴリゴリしちゃうんですわ。はい、今回のブレーキの急所を清掃するにあたって私が使っていくのはいつものワコーズ水なし洗浄ですね。このチェーンクリーナー、それからマルチフォーミングクリーナー、会社の場合はこのコンデンサーがあるからこれで飛ばしていくんだけど、ご家庭にはないでしょうから通常のブレーキクリーナーね、石油第一種のやつですね。石油第一種ってやつ、手の届かないところの汚れを落としていこうということですね。ここでこの中の汚れを落としていくんですが、20回以上振ったチェーンクリーナーをこの汚れがこびりついてるところに吹きかけていきます。にっくきこの場所汚れてるんですわ。ここが何回か手でコシ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 とやりながら、マルチフォーミングクリーナーもこれもよく振りながら、汚れが浮いてきましたね。汚れが浮いてきた。手応えがどんどん変化していくのが分かります。コンプレッサーで吹く代わりにブレーキクリーナーで飛ばしていってみましょう。いいですか、こんな感じ。はい、ワコーズの水なし洗浄で汚れが浮いているのでどんどん汚れが落ちていってくれます。以前のブレーキって分解できてこのようにスモールパーツも出たんですけど、現行のものっていうのはこうスモールパーツもなく分解できるものではないんですよね。あそこの汚れていたところが非常に綺麗になっております。分解せずとも非常に外側じゃないんだよね、綺麗にしたいのはね。中ですからね、この中。そばではタイヤがくるくる常に回っていて、路面の泥やらホコリやら舞い上がってここに、来るから非常に、過酷な環境なわけですね。ですのでこれ見ると下側にはねカバーがついてローラーが露出しないようにはなってんだけど、やっぱりね上に舞い上がってくんですよね。きれいに洗浄した後にはこの白いローラー部分、可動部にですねデュラグリスを塗ってたっぷり塗ってあげて潤滑を良くしたい。この坂道というかね、ローラー台が転がるところにたっぷり塗りたいわけでございます。きれいにした後にこのローラー部分およびローラーが動く坂道的な部分ね、 R のかかってるその部分にたっぷりとデュラエースグリスをプレミアムグリスを塗ります。でここは外部であるこの部分、露出した部分にグリスを塗ることの是非については島の相談窓口様の方に確認を取って、島の社様としては是非この部分には塗ってほしいという、お言葉をいただいておりますことを申し上げておきますね。はい、これで、このようにレバー部分を手で触ってもゴリゴリ感がなくなりますので、これはブレーキレバータッチにもワイヤーを介して影響を及ぼす、まあ、つまり引きが気持ちよくなるというふうに私は思っておりますので、まあ、本体がね車体から取り外せるならばエンドユーザーの方でもここはきれいにできる場所じゃないかなと思っております。はい、最後まで、地味な話を見てくれて誠にありがとうございました。どうもまたねー。